はいたーい。時計は午後10時30分回ったところです。小室由里の夜サプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション専門家、小室由里です。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、占い癒し処八雲庵、琉球食系 MJ リサーチ総合探偵社、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。5月も終わりますね。そして6月が始まりますね。5月もご視聴ありがとうございました。6月もよろしくお願いします。さて、これを聞いてくださっているそこのあなた、よし、やりきったっていう充足感がある出来事があった時に、この充足感を何で締めますか？まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、今日この後ねコーナーでお話をするんですけど、私先週愛知の太田川、そして千葉の柏、2日連続で公演に立たせていただいたんですね。さすがに柏の講演会が終わった帰り道はやりきったっていう充足感がすごく強くって、でこれまでだったら喫茶店に入ってコーヒー飲んで、まあそこに気分が良ければスイーツもつけてぐらいな締め方だったんですけど、なんでしょうね、ビール飲みたいって思ったんですよ。これは大人になった証拠なんでしょうかね。5年前ぐらいだったら本当にね、スターバックスのコーヒーでホッとできたのが、今はもしかしたら磯丸水産でビール乾杯なのかなっていうのを、これを聞いてくださってるあなたはどっちっていうのを聞きたいです。これメッセージ欲しいな。仕事やりきったぞ、よし結果出したぞっていう時はどんな締め方をしているのか、ぜひメッセージください。待ってます。でお家に帰ってからの締め方っていうのはだいたい決まってるんですよ。間違いなくアイス食べてます。最近のおすすめがですね、チョコバッキーってわかります？シャトレーゼが出しているこう袋入りの、何本かな、6本ぐらい入っているアイスの袋があるんですけど、それが最近ですねコンビニエンスストアでも買えるようになって、以前は買えなかったんですよ。シャトレーゼの店舗に行かないと買えなかったんですけど、最近セブンイレブンとかローソンとかで置いてくれるようになって、このチョコバッキーで1日を締めるっていうのが最近の私のブームでございます。ということで今週もよろしくお願いします。チョコバッキーが大好きな小室由里です。さて今週は第5週目ということなので、気ままに喋っていく、そんな週にしたいなと思います。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、小室由里的サプリ論。久しぶりですね。先週千葉そして愛知太田川でお話ししてきたので、このお伝えさせていただいた内容をキュッとまとめて聞いてくださっている方にもシェアしたいなと思います。そしてこの先生もご健在です。占い癒し処八雲庵オーナー萩原八雲先生監修による週末の占いサプリ、今週のテーマは写真。6月1日は写真の日にちなんで、撮りたい写真、撮られたい写真というテーマでご鑑定いただきました。楽しみにしていてください。番組では皆さんからのメール募集しています。番組への感想リクエスト、あなたはやりきったぞ、何で締めますか？ぜひこのテーマ待ってます。
メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションの info、 友達のフレンド、里のビレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントいたします。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送ってくださいね。たくさんの応援メッセージお待ちしております。小室ゆり的サプリ論。男女コミュニケーション専門家小室ゆりが担当するラジオで聞くセミナー、小室ゆり的サプリ論。今回はですね、6月の26日そして27日に行われました講演会、それぞれどんなお話をしてきたのかというのをシェアしていきたいと思います。まず6月の26日は愛知県東海市太田川で開催されました大人の学校。これはですね、生きづらさを抱えている大人たちが再出発をするための学校という任意団体さんに講師として呼ばれました。で、この中でお話をさせていただいたのがジェンダーと生物学的性の違いというものを一緒に考えていきましょうということで、これジェンダーと生物学的性、ここから説明することが必要だなと思ったんですね。ジェンダーよく聞きますけど、具体的にどういうことか。生物学的な性に対して社会的文化的に作られる生物のこと、性別のことです。例えば家事は女性がやるものだとか、男は稼いでなんぼだとか、この性別がジェンダーなんですね。でも最近では男性で料理が上手な方もいるし、女性で億を稼いでる人もいるじゃないですか。なので、こう家事は女性がやるもの、男は稼いでなんぼみたいな考え方はちょっと違うんじゃないのというので、このジェンダーという言葉が非常に使われるようになった背景があるなと思います。もう一つ、生物学的性、これは生まれてきた時の性、つまり戸籍に記載されている性別のこと。これらの違いを知っていきましょうというので、このジェンダーについて他にどんな例があるのかとか、ジェンダーを自分はどう感じているのかとか、このジェンダーの情報、どこから私たちは情報を受けてますかね、情報源ってどこなんでしょう、なんていうこともお話し合いました。ただこの情報っていうのがおそらくインターネットを中心にした情報源なんですけれども、この情報が正しいとは限らないですよ、なんていうこともお話ししたんですね。インターネットを使うと何でも無料でどこまででも情報を取れるじゃないですか。それがゆえに主観が入っている情報もたくさんあって、それが自分にとっていい情報なのか、はたまた違う必要のない情報なのかっていう判断をすることも残念ながら難しい状況なんですよね。さて翌日が27日ですね。千葉県柏市で開催された、子どもに教えるその前に私たちの性を考える、これは柏市議会議員の林紗恵子さんの呼びかけで開催していただきました大人のための性教育ですね。5つのセクションにわたってお話をさせていただきまして、1つ目セクション、子どもと話すときどうしてますか。私もよく聞かれる、子どもにどう性のことを伝えたらいいんですか。この時に思うのが、大人たちは性を伝える言葉を持ち合わせていなかったんだなっていうことなんですよ。そりゃそうなんですよね。性の知識を学びとして子どもの頃に受け取ってない方は、それはそのまま大人になったら伝える言葉も持たないでしょうよ。簡単なことですよね。なんだけど今インターネットがこれだけ充実して、もうデフォルトのように
情報が当たり前に取れる社会なので、当然ですけれどもその中にはさっきも言ったように主観が含まれている情報だったり、または年齢によってまだ取ってはいけない情報というのも当然含まれてくる。大人たちが言葉を持たないからといって社会は待ってくれない。話すのであれば堂々と話しましょうよと、あそことかそういうことああいうことみたいな、もやっと隠す隠し語隠語みたいなことは言わない方がいいんじゃないですか。この時にじゃあ医学的用語を使ったらいいですかっていうご質問も出るんですけど、その方が一番言いやすい言葉でいいと思います。それこそあれですよ、この後の番組、あのギノワンさんの後の番組のデコボコトラベリングのビッグスモールのリョートとカイリが言ってる、もう毎週のように言ってるチンチンとか、もうそういう言葉がもしね一番使いやすいのであればそれでいいと思うんです。大事なのは恥ずかしく言わないってことなんですよ。堂々と言える言葉を自分の中で探してまたは作って言っていくこと、これが大事ですよなんてお話をさせていただいたのと、プライベートパーツのお話もしました。顔または頭、胸、性器、お尻、このようなところがプライベートパーツというプライベートパーツと呼ばれてて、ここは家族でも勝手に触っちゃいけないところなんですよって言ったら、結構これ驚かれてましたね。え、そうなの？親でも勝手にお尻触っちゃいけないの？ダメなんです。大人だからこそ、大人からここを触ってもいいですかっていう確認を子供にとっていくべきですと。子供にも当然性の尊厳あるわけですからね。この線引きをしてあげないと、大きくなった時にこのタッチは私のことを好きだから受け入れるしかない、しょうがないのかなとか、男の子同士でこうズボンを下ろすみたいな、そんないじめがあった時に仲間だからしょうがないのかなって、こう自分自身への嫌っていうことに対する感情が鈍感になっていくんですよね。そうすると自分を守るセンサーが働かなくなるので、これが自分がノーと言えない、だから相手もノーと言わなかったら OK なんだっていう性的同意が取れない大人に成長していきます、なんていうお話を主にはさせていただきましたね。それとこれは林紗恵子議員からたっての希望がありました。セックスレスのお話も、いやこういうね、議員さんからセックスレスのことぜひ話してもらいたいんですっていうのは、あ、やっぱ時代だなって思うんですけど、セックスがあるパートナーシップとセックスがないパートナーシップ、何がどう変わるんでしょうねなんて、これはワークでお隣の方とやってもらいました。これ後からご感想でいただいて、私正直ね、これすごいやるの不安だったんですよ。結構老若男女、あの30代から70代オーバーの方までいらしてくださった中で、これをお隣同士で話し合えるのかっていうのがすごい不安だったんです。なんだけどやってみて意外と良かったよね、あれっていうご感想が多かったんですよ。やっぱりああいう場に来てらっしゃる方って聞くのも大事だけど、話したいな、自分はどう、自分の考えがどう受け取られるのかなっていう、言葉に変えたいっていうお気持ちも あるんだなって、これ私が逆に勉強させていただいたところです。あとね、セックスレスになる典型的なパターンというのもお話ししました。これはいつかまた別な機会でやりたいなと思います。で、最後にお話ししたのが性欲とセルフプレジャーについて、性欲はあるけれども自分でその解消する方法を持たない、これどう人生に関わっていくんですかねなんて、そんなテーマだったんですけど、セルフプレジャーをウェルビーイングと考えましょう。身体的、精神的、社会的に良好な状態を示す概念がウェルビーイングなんですけど、つまりセルフプレジャーでいい環境を自分のために作りましょうよっていうご提案をさせていただきました。そうすると体への向き合い方も変わるし、
性欲もコントロールできるし、リラックス効果も得られるし、いいことだらけですよ、なんていうことをね、お話しさせていただきました。で、このウェルビーイングに関して、終わった後にお一人から、私全然性欲がなくて、夫ともそういうセックスをしないっていう前提で結婚したんです。でもなんか申し訳なくて、私先生このままでいいんでしょうかねっていうご質問いただいて、今お二人の間で困ってることありますかって聞いたんです。何もないです。じゃあそのままでいいですよね。お二人がセックスにや性欲に対する熱度が同じなのであれば、今お二人がこの環境で幸せだと思えているのであれば、何の問題もないと思いますというお答えをさせていただきました。非常に濃い2日間でした。ぜひこれを多くの方に聞いていただきたいなと思って、今日はシェアをさせていただきました。ありがとうございました。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくはMJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。熊本三大名物いきなり団子、さつまいもとあんこの素朴な甘さが愛されている熊本伝統のおやつです。七尾庵では5種類の味が楽しめます。飾らない素朴な味わいをお楽しみください。七尾庵で検索。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命行動心理学、USP コンサルティングを合わせたカウンセリング。プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は、恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押谷幸三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。占い講座が全国で大人気中です。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週は撮りたい写真、撮られたい写真編です。それではパシャッ、パシャって今言わないか、セクシーに撮られましょう。おひつじ座、新幹線みたいなスピード感のあるものが撮りたいあなた。すぐに気持ちよくなっちゃう私も撮りたいの。エッチ。おうし座、食べ物の写真ならあなたの方が得意よね。こら、私が頬張ってる顔は撮っちゃダメ。双子座、スマートフォンの容量のほとんどが写真画像のあなたね。その何パーセント私のセクシーポーズなのかしら。ガニ座、出会ってからあなたと何枚も撮ってきた写真たち、恥ずかしがりながらキスしてくれたこの自撮り、私の宝物。
獅子座。アクティブなことが大好きなあなた。野外での2人の撮影だからってセクシーすぎちゃダメよ。乙女座。写真はやっぱりプリントしなきゃよね。白目で変顔になっている私の写真見て笑わないでよバカ。天秤座。インスタントカメラのチェキもいいわよね。ひっそりと撮ったあれが浮かび上がってくるのは恥ずかしいわ。サソリ座。風が気持ちいいから浜辺に出かけない？海はやっぱりいろいろとエモい写真が撮れるわよね。いて座。いつもいっぱい写真を撮ってくれて嬉しいわ。でもなんで私の水着写真撮りたがるの？もうエッチなんだから。ヤギ座。インスタグラムにたくさん写真アップしていきたいわね。二人の関係性を匂わせるのってなんかスリルあるわね。水亀座。お互いを待ち受け画面にしてみない？あ、ダメだよ。そんなセクシーなのを使っちゃダメ。魚座。二人の記念写真を写真館に撮りに行くのもいいわ。式の前撮り写真？もちろん喜んでお受けいたします。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット薬務漢数字の8に空の雲と検索をしてみてくださいね。今後のビジネスの様子を占いたい、知っておきたいあなたにおすすめです。それでは久々にこの曲聴いてください。小室由里のアルバム恩返しからサマースノー2017。悔しいくらい君のことが好きだと気づいてた。時計の針を止めるほどの口づけを交わそう。 I love you かけ違えた優しさで間違えないように、ふわりと弾む長い髪とシルエットの君だけを追いかけた。記憶の隅に映るフォトグラフ。二人出かけた夜の海辺で暗くて何も撮れてないけど、それでもいいさ君といたから。暑い夏がまた訪れて
ただいま聴いていただいたのは小室由里でサマースノー2017でした。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室由里の夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。来週6月の3日、小室由里に会いに行きませんか？6月3日朝の6時30分から相模原市倫理法人会にて講話させていただきます。お話し会ですね。タイトルは人生進撃、神の劇と書きます。人生進撃、元セクシー女優が先生と呼ばれるまで。元セクシー女優である私、小室由里が現在経営者から先生と呼ばれるようになった軌跡をお話しさせていただきたいと思っております。会場は町田駅から徒歩3分、ホテル町田ヴィラで行います。ホテル到着すると案内が出ておりますので安心していらしてください。6月3日朝の6時30分から相模原市倫理法人会にて小室由里とお会いしましょう。そしてこの番組はもう聞いてくれているよね。土曜の朝の始まりラジオ、キッス FM 神戸、 BNI 神戸東プレゼンツ、エキスパートボイス、マーケティングチーム BNI 神戸東のメンバーをゲストにお迎えして、ビジネスのお話、そして今後叶えていきたい夢のお話を伺っております。土曜の朝はこの番組からスタートしてくださいね。 BNI 神戸東プレゼンツ、エキスパートボイス。ご視聴はラジコキッス FM 神戸、ラジコキッス FM 神戸でお願いいたします。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション専門家小室由里と、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し所薬務庵、琉球食系、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくで柳原バーナー演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します、 FEC チューンド。水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。失敗することを恐れるよりも真剣でないことを恐れたい。松下電気産業創業者松下幸之助の名言です。それが失敗だったか、未来になってみないとわからないことだと思いますけれど、今真剣にそれを取り組んでいられているかどうか、これは今わかることですよね。真剣に向き合った結果失敗だったら、それは失敗ではないのかもしれません。失敗を恐れずに今を真剣に生きていきたいものですね。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。私から